1日2回だと1日1回ね。1日2回はあの抗生剤、アモキシシリン抗生剤。これが2回ね。食べてた、餌に入れて。うん、食べとった。こっちが1日1回ね。1日1回は。ありがとうございます。はい、もらったやつ置いた。1回、夜。ありがとう、ごめんね。ありがとう。ブドウとね、うん、あと何日分ある？10日分にしたいんだよ、できれば。10日？何日分ある？残すのも残してもらわないからさ。あとこっちは、ブドウ、黒。あと10日だと何日？11日分？何日分？11だったら取れる。うん、じゃあ10足して一応の機能を高める、うん、まあ、あとは総合ビタミン、タウリン、ブドウ糖、それからプロファイル、ビマス、お腹の善玉菌ね、高まります。そういうのが入ってます。じゃあこれね、一応何日分で書いてあるけど、何日分？11。目薬もしなきゃいけない。目薬した、うん、一応した方がいいよ、あの。目悪い。目悪くないんだけど、ここ汚くなりやすいじゃん。だから。これするといい。これ、目やにが良くなる、うん。そうそうそう。一応しちゃって。これ目薬ね。それからあと、耳に入れるやつは。アシルピナメの粒子。これ書いてなかった。消毒？そうそうそう、消毒薬。だから、まあ、直接こうやってやってやるか、もう一個あのスプレー容器買ってきて10倍に薄めてから水道水で、でシュッシュッシュッシュ、本当。うん。シュッシュッシュってかける。お散歩してた。お散歩した。これ書くの忘れてたんだ。そうか、耳ね。耳は1日1回、うん、1滴ずつ入れ。耳どう？だいぶ良くなってる。だいぶ良くなってる。これやれば、うん、で掃除はしなくて1日1回だけ入れて、うん、まあ1週間に1回ぐらい入り口だけ拭いたって、中はいじらん方がいい。うん、いじるってティッシュで切ってほしい。そうそう、入り口を今実演しようか。それだけシルピナ、はい、よし。じゃあこれ永田さん、そっちで出してね、薬。ワクチンも。あ、そうだ、ワクチンね、もう打っちゃった。あ、本当？で、それは料金入れないから、はい、だから1年後。ピラリア？何のワクチン？ワクチンでディステンパーのワクチン。いわゆる十種混合ってやつ。あ、3回打ってるのもありますか？そうそうそう。さらにとか。そう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 。で、いつかは分かんないよね。うん。もう一回打ってんでしょ？3回しか打ってないと思う。で、狂犬病は打ってるのもね。はい、じゃあ。すみません、ちょっと趣旨丸いキャンダス、そう、薬が11日分になるんだよね。だから、プラス4日だから今日通うよ。水、木、金、土。多分、そんな1週間後なんて来れないでしょ。あ、そうそうそう。うん、だから、はい、こっち来て。はい、すみません、ちょっとここ、ごめん。20日じゃダメなんだっけ。20日って何？早い。20。早い。ちょっと早い。だからもうその後の週末。もう進まれ。今日って何日？今日15でしょ？15。うん。20日じゃ、え、あ、20日か。ちょっと待って、このこといつし、13。あ、そっか。20日は早いね。20日はちょっとギリ早いな。もうちょい。だからその次の週まで。
そのもうその後1週間27、そうそう、20、26、27ぐらい、うん、じゃあ下がってるじゃん、はいはい、刺繍はね、はい、でこれね、ここ傷ちょっと見て、ここをちょっと消毒しとってほしいんだわ。それアルコール？これさっきのピンクの黒歴史の10倍のやつ。そんでちょん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 、これが一つ。それから目、目、目。この子だけどね、歯磨きがさ、やらせんね、なかなか顔も垂れるのが嫌がっちゃうからさ、ちょっとなんかご飯ある？耳をかって入れるだけ、一滴一滴、両方とも。そんで、うん、かってよく入れといて、で、週に1回ぐらい入り口をそーっと、週1回来たの？週1で、そう、毎日拭かないで、うん、毎日拭かない方がいい、うん、毎日拭かない方がいい。なんで？シシ見つけた。おやつしたおやつ。ご飯。それ好き。はいはいはい。もう一回痛いし。シシ見て。次もありと。いいよ。あ、そっか。あるんだって歯ブラシ。人間の歯ブラシしかない。うん、人間の歯ブラシいいんだけど。洗う？じゃあ、シッシーの、シッシマルの、はい、どうぞ。まずはこんな感じで舐め出せるだけだね。シッシー、ちょっとおはみして。いや、本当はゴシゴシするの？じゃあ、ゴシゴシしたいんだよ。シッシー、だけど、まずは舐めさせるだけにして。だって、こうやって顔を振るからさ、とりあえず舐めさせるだけで、舐めさせれたら、このだん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 さ、こうやって持って舐めさせる、うん、この持たれるのが嫌いなんだ、この子、うん、で、こうやって顔を持ってさ、それでハンドフィーリング、うん、慣れさせて、これ持つのに慣れんとなかなかできない。それで最終的には前歯と奥歯と、うん、ちょっとずつ、ちょっとずつ、いや注射めちゃくちゃ薄めちゃう、かわいそうってまあしょうがないじゃん、だってそれは。はい、じゃあ目薬と耳の薬と消毒薬と、はい、これシシマルの、そう、これ、そう、はい、じゃあこれ食べたくなって、ああ、歯ブラシと CT、 食べたくなかった、歯ブラシと CT も出しといて、はい、じゃあ以上、何かあったら相談してください。じゃなければ今週じゃなくて来週の週末ね。それまでは洗っちゃダメなんだよ。いや、洗っていい。洗っていいの？洗っていい。いつ洗っていいの？いつでもいいよ。今日洗っていいの？うん、いいよ。で、普通にジャパって、うん、ジャパッと一発、ジャパッと一発、はい、で、傷口だけはゴシゴシしないで、うん、バイバイどうぞ。これ猫用なんだけどね、最近。ゴムがさ、でかすぎて入らない。でも長いからちょうどいいじゃん、うん、猫用にしたらちょっと長いよ。違うよ、これ猫用で、ももがね、ちっちゃいからさ、バリカイだからね。あなた持ちなさいよ、これ。はい、じゃあ以上です。ここにあるのは、長さん、これはいいの、うん、ここに余ってるやつは特別もう一個あげるね。はい、これ入れといて、待ってもらった。じゃあ、26日に行きます、はい、薬飲むのは今日の夜からね。今日の夜、はい。